チャールズ・ホートン・ペック・チャールズ・ペックは、アメリカ合衆国の菌類学者である、ニューヨーク州のサンドレイクに生まれた、ニューヨーク州高等学院、ニューヨークのユニオン・カレッジで学んだ。1859年から高等学校のサンドレイク、カリジェット・インスティチュートで数学などを教えた後、1867年から1915年の間、ニューヨーク州のステートボタニストを務め、この間、 2500を超える北アメリカの菌類を記載した。1870年代から1880年代のペックはその標本を他の菌類学者に貸すことをしなかったので多くの種の命名は他の菌類学者によって認められなかった。ペックは植物の学名で命名者を示す場合にチャールズ・ペックを示すのに使われる。ありがとうございます。